はい、皆さんこんにちは、宮城の佐藤です。今回ご紹介するのはバスディのジグですね。バンジーショット、あとは、メタルバイブのバンジーメタル、こちらを紹介したいと思います。普段私メインに使っているのがバンジーショット 30g、 これですね。ここ10年ぐらい何かこの次のこのオッパ川攻略っていうことで、試行錯誤していたわけですけども、ようやくこうあの狙って釣れるというか、引き出しの一つと、ということで、メタルジグの釣りを、昨年かな、トラウト雑誌の方とかにも発表したんですけども、確立できたので、今回このバンジーメタルを紹介したいと思います。これ見ての通り、これ 30g なんですけども、コンパクト設計で、こう真ん中が太くて両端がスリムになっている、独特の形状になっております。メタルジングっていうと普通あのアイスの棒みたいなヘラみたいなまっすぐなやつが多いんですけども、これは、このような形、独特の形をしております。でもちろんこのコンパクト設計なので飛距離はもう抜群でして、オッパ川200、川幅約250m あるんですけども、それの、まあ、半分まだいかないですけども 100m ぐらいの、飛距離を誇ります。そこから、魚を引っ張り出せるアイテムとなっています。まだストックのままというか、パッケージには、ここにフラッシャーのついたシングルフックとトリプルフックがついていますけども、私の場合はサクラマスに使うためにそれは外しまして、丸カンに、これはヒラメ針ですかね、ヒラメ針の S っていうちょっとひねりのちょっと大きめの丸線っぽい針を使っています。あとそのなんていうんですかね、ホールド性重視の場合はちょっと伊勢山っぽい眠りの入ったやつ、もしくはかかり重視みたいな時はフッ素コートの針を使ったり、いろいろこうその状況に合わせて、使い分けています。標準はこの形になります。で日本の、まあ、天国針仕様になっております。で、このジグの釣りの肝、特にこのバンジーショットの釣りの肝ですけども、フルキャストしてテンションフォールさせないと、テールから、まあ、ジグはそうですけども、ほとんどそうなんですけど、テールから入れちゃうとすぐに根がかりしちゃいますので、ラインを張った状態でこう沈めます。水平にフォールさせることによって、フックがこう落ちますので、できるだけ根がかりをさせないように。で一度ボトム取ったら、その流れと同調させながら、この自重を生かした形で、リーディングを調整しながら2位のレンジを探って、50m ぐらいですかね、やったらあとも回収っていうふうな使い方をしています。この形状から想像するよりもこう何て言うんですかね、スイングが結構大きくて、スプーンとかのものすごくオーブリングの強いルアーにこうちょっと擦れた感じだなっていう時なんかに結構効果的な、ルアーになっています。でこれ、カラーバリエーションも結構あるんですが、サイズもありまして、こちらが 20g で、これから先シーズン終盤になりますと、ちょっと深いエリアで、魚が結構遠い深いエリアの遠くの場所で跳ねたりするときに、あえて深いレンジを探るために、飛距離は大して変わらないんですけども、自重のある40を入れてこう3段階のレンジを刻むような形で使い分けています。ただし 40g となると普通のトラウトロットでは厳しくなるので、それは、自分のロットと相談しながら使い分けていただけたらと思います。よいしょ。と次はですね、
レンジメタル、こちらはまあメタルバイブレーションなんですけども、このルアーの特徴はとにかくこう水を動かす力が少ない移動距離でブリブリブリっとこう水を動かす力が強いルアーっていうことで、私の場合はシーズン終盤の魚がものすごくもじってても全然口をつかない、使わない、ミノを入れても普通のバイブレーション入れてももちろんジング入れても無視するような状況で、あえてこれを入れて結構早引きで持ってくるとリアクションって結構バイトが多い釣りになると思います。メタルバイブレーション独特の釣りなんですね。なのでバイトの出方もこうサクラマスが怒ってんじゃないかってくらい結構きつい当たり方します。これの場合はまあ今 18g ですけども、オッパの場、オッパで使うにはちょうどいいウェイトですね。これから先ぜひ、シーズンまだ中盤ちょっと過ぎたばかりなんですけども、ぜひこちらもね、オッパ側で使っていただけたらと思います。